田島海岸は日本海に面し、兵庫県豊岡市県から三方郡上町の霞海岸を経て、三方郡新温泉町行に至る、東西約 50km の岩礁海岸。田島国の海岸と同義。すべての海岸線が山陰海岸国立公園及び山陰海岸ジオパークに含まれ、一部の海岸部が国の名称及び天然記念物。 海中公園に指定されている。竹の浜山陰海岸国立公園の中心に位置するリアス式海岸を主体とする全長およそ5 0トルの海岸線である。豊岡市家比の津山海岸から三方郡上町の霞海岸を経て、三方郡新温泉町行見みに至る海岸の総称。日本海沿岸に接する府県の中では最も短い海岸線であるが、沿岸は、 産地が直接海の落ち込み、平地が少なく、岬や入り江が複雑に入り組んだ典型的なリアス式沈口海岸となっており、断崖、洞窟、洞門、祈岩が多い。また、海水が陸水の影響を受けることが少ないため、透明度が高く、澄んでいる。海底の起伏も変化に富み、海藻類は繁茂している。 新温泉町の田島美穂の浦が国の名称及び天然記念物に指定されており、火山採雪岩からなる海食堂の朝日洞門や洞門としては世界最大級の釣り金門などがある。上町の霞海岸が国の名称に指定されており、中上節里と板上節里からなる鎧の袖が国の天然記念物に指定されている。 また、竹の海岸の猫崎半島の東に広がる竹の浜は遠浅かつ透明度の高さを特徴とする環境省の日本の海水浴場百選や日本渚さ百選に選ばれている日本を代表する海水浴場の一つであり、来客数においても近畿圏屈指とされる。美しい自然景観を呈していることから1963年に国立公園の指定を受けた。 日和山海岸、今小浦山陰海岸、ジオパーク間3カ所が、田島海外海中公園として指定されており、豊岡海中公園が、小町岬の木崎海面の海域、竹野海中公園が、竹野町の大浦海岸、浜坂海中公園が、新温泉町、大地区の大松島と諸寄せ地区の海混合の区域が、指定されている。ありがとうございます。